このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は、お部屋の大掃除を菊組さんの方では行っていきました。最初に自分たちが使っている机をお掃除していったんですけども、クレンザーをこう使ってお掃除するんですけど、こう最初粉をこうどんどん机にかけていった時に、わーってすごいなんかびっくりした反応をしていたんですけど、お隣同士で交換ずつこう雑巾を使ってお掃除、きれいにお掃除することができました。そしてその次に床を雑巾がけしていったんですけど、結構みんな雑巾がけ上手で、雑巾がけのレースをやりたいっていう風に言っていて、で危ないんじゃないかなと思ってちょっと見てはいたんですけど、そしたらその雑巾がけのレースで友達とこうぶつかることもなく、まっすぐこう自分のレーンのところをずっとまっすぐ進むことができていて、すごく楽しそうな雰囲気だったのでよかったです。で最後にロッカーの方を拭いたりとか絵本の整理をしたりしたんですけども、お休みのお友達もいて、こうロッカーのところが拭けないところがあったんですけども、それもなんかお休みのお友達の分までちゃんと拭くことができていたのですごい良かったです。そして最後絵本の整理もしていったんですけど、その絵本の整理ではこう表と裏がこう逆になっていたりとかしたんですけども、それも綺麗にこうだよこうだよって言って、こう大きさも違うんですけど、絵本バラバラで違うんですけど、その大きさもこうだんだんこう並べて綺麗に並べることができて、すごく私も嬉しくなりました。で午後からはお外の方で暖かかったので遊んだんですけども、菊組さんお外遊びがすごく大好きで、毎日お外今日は行かないのっていう風に言っていたので、今日は思いっきりお外で遊ぶことができてすごく嬉しかったようです。で子供たちもすごい嬉しそうな姿を見て、私もすごく嬉しくなりました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。